平塚営業所八万総社所平塚営業所所属の貸切兼用車神奈川中央交通西、平塚営業所は神奈川県平塚市田村4丁目五の4に所在する神奈川中央交通西のバス営業所。営業所の略号は神奈川中央交通平塚営業所時代から引き続き火を使用する。現在の営業所は田村総社所であり、別償は田村社庫。 平塚市を主に、神奈川県王の厚木市、茅ヶ崎市、寒川町、大磯町、二宮町の一部を管轄し、小田原市や海老名市へ乗り入れる路線もある。また、深夜急行バス、空港リムジンバスも担当している。平塚営業所は、神奈川県平塚市に位置する営業所で、神奈川中央交通本社所在地でもある、おひざ元の営業所である。市内には他にも、 グランドホテルカンナ中、カンナ中小児などのグループ企業が集まる。第二次世界大戦真った中の1944年に、平塚駅構内へ開所して以来、神奈川中央交通平塚営業所として営業していたが、2016年8月16日に、伊勢原営業所平塚総社所へ格下げされると同時に、湘南カンナ港バスへ管理委託された。 2017年1月1日の神奈川中央交通グループ再編により管理委託先が湘南館な高バスから神奈川中央交通西に変更された。2006年3月27日より伊勢原営業所所属車両が実証実験によって中乗り前振りに変更されたため同営業所管轄路線と並行する区間では路線によって 乗降方式が異なる現象が発生していた。同年4月までには方向膜の LED 化が全社に行われたが、この際に平塚仕様と呼ばれる独自様式の表示が登場している。平塚仕様の特徴は、経由字表記が複数ある場合に矢印で表記するもので、平塚と伊勢原営業所で見られる表記である。また、平イ30.3738の 正面行き先表示は、ローマ字兵器されているが、一般路線のローマ字兵器はこれ以外に、茅ヶ崎営業所のツインライマーなど一部で見られるのみである。2013年6月24日より、コミュニティバスを除く、一般路線バスの乗降方法を中乗り前振りに、運賃支払い方法を後払いに統一した。系統番号に付けられている記号のうちは、神奈川中央交通時代に、 湘南館中央バスへ管理委託されていた路線を示す。神奈川大学湘南平塚キャンパスへのアクセス路線で、1989年4月1日のキャンパス開設にあたって、平37を新設した。当時は、平塚駅、高所神奈川大学間の運行で、南河内堀の内間が新規経路となった。1996年4月1日のダイヤ改正で、 平日早朝の平塚駅発が大学校内へ乗り入れるようになり、1号館前に神奈川大学校舎前停留所を新設した。ただし当初は校舎専用として使われていたためか、バスポールが設置されなかった。1999年に平日の数便をトンネル経由に経路変更したが系統番号は変わらず、青字白抜き文字で、 トンネル経由と記されたサボを前面窓に掲げて運行していた。これは2001年までの2年間続き、やがてトンネル経由を平ら38として独立させ、一部便を追加で振り返った。2002年には両路線とも終日大学校内発着となり、神奈川大学校舎前停留所にようやくバスポールが設置された。2016年3月31日に、 平日朝の3便を平38から変更する形で、急行路線の平10として新設した。日向丘トンネル経由の最短経路で結び、停車停留所も南河内、神奈川大学の2カ所に絞った。いずれの路線も通学用路線のため、大学側の要請で臨時増発のなされることがあり、その中で平塚駅業の急行便が運行されることもある。 増車案内は、神奈川大学ホームページ内、湘南平塚キャンパスバス時刻表にてなされる。相模川沿いを走る平53、湘南平塚田中祭り期間中の直行便、小賀電工入口、田村車庫、本厚木駅間は、旧道、新道経由の路線で経路が異なる。緑色の区間は、旧道経由、青色の区間は、新道経由である。 平塚駅と田村車庫、本厚木駅方面へ向かう路線で、平塚駅側から見ると、平11を除いて、小賀電工入口までは、同一経路だが、旧道経由の平50から52.58と、新道へ向かう平57.60に分かれる。平52は、富士見園から新道へ合流する。新道と旧道は近接しているが、相模川に近い旧道側の方が、 住宅や利用者が多いため、平ら53を含めて、旧道側の本数が多くなっている。なお、旧道と新道で、同じ名称でありながら停留所位置が大きく、離れている、停留所がある。平塚と本は次を結ぶ路線は、大変歴史が古く、1919年に、本田綱次が設立した、合資会社によって運行が開始された。 神奈川中央交通の路線では最も歴史が古い路線の一つで路線名は半減線となっていたがこれはかつて本厚木駅から先の半原まで達していた頃の名称で平53が該当する平57は振動となる国道129号を経由し停車停留所も少ない一方平53.54は旧道を経由する 平良54は土曜日午後に一往復が運行され、平良57は平日のみの運行で本は次発が朝2本、夕方1本、平塚駅発は朝3本。区間便の平良50は早朝の平塚駅業と深夜のリバーサイド全行のみが運行。番号のない直通バスは平良57と同一経路で湘南平塚七夕祭り開催期間中のみ運行される。 厚木営業所所属のワンドマ社などが応援に入ることもある。田村車庫までの便は、平良60は、毎時2の4本、平良52は、毎時1から2本程度運転されている。平良51は、平塚駅業が平日は早朝と夕方、土休日は早朝の運転、田村車庫業が平日は早朝と深夜バス1本、土曜は夜間1本、休日は運転されない。 2016年10月6日のララポート湘南平塚グランドをオープンに先立ち、同年10月4日に平ら11が新設された。平日ピルマは15分間隔、土休日ピルマは12分間隔の高頻度で運行。なお、往路の4つ角停留場は通過する。平良68平塚駅から明石町方面へ向かう路線で平良61.62位は、 総合公園経由の循環路線である。それぞれ片回りの循環路線であるが若干経路が異なり、平61が国道129号上の稲荷前を経由した後、総合公園、赤市町と回るのに対し、平62は赤市町、総合公園から929号上の篠宮経由となっている。本数はどちらも非常に少なく、平十一は、 平日3便、平62は平日朝1便のみ。平66は平塚球場でイベントが行われる際に運行される臨時系統で途中無停車の直行便だが美術館入り口までは市役所コンフォール平塚を経由する。各路線とも平塚球場までは同一経路だが平63.68は一度左折して中原地区を経由してから 大野農協方面へ向かう、遠回り経路となっている。横内団地の先の横内4津角を右折すると、田村車庫で、平六63には深夜バスが設定されている。平六68は横内4津角か,からそのまま直進して、東海道新幹線、小田原厚木道路を越えた先の愛工石田駅まで向かう路線で、1から2時間に1本の運行で、と休日昼間には運行されない。 中原地区では、2017年7月15日より、住宅前停留場の平塚方向が廃止された。平良65は、中原地区を経由しない、出入頃線で、平塚9条の先も直進して、平良97と同一経路で、湘南車検場、大島地区を経由する。平良67は、四宮地区で独自路線を通るのが特徴で、 平六十63.68を短絡した経路となっている。かつては横内行きとして横内団地前を終点とし、その先の理髪店駐車場が展開場所だった。湘南日向岡日向岡地区へのアクセス路線で、かつては古下水経由だったが、現在は赤石町通り経由へ経路変更されている。毎時二本程度運転され、平日は深夜バスも運転されている。 平塚駅から鈴川沿いの金田公民館にへ向かう路線と市民病院へのアクセス路線で中心は平21.22である。日尾議長高高層前館においては平22が諏訪町経由の遠回り経路なのに対し平21は南西部の中里経由の短絡経路で運行される。平日昼間は平21、平22が交互に 毎時各一本運転され、早朝、夜間は平ら十一がなく、土休日ピルマは平ら十二が運転されない。平ら十一が運行されない早朝、夜間は平ら20が運行され、平塚駅、長瀬間を追い分け経由で結ぶ。平七十九は平塚養護学校始発の出庫便で、早朝5時台に田村車庫から改装執行し、平塚用語学校前から、 営業運転を行う。出港便で、片道2便の運行ながら、秦の営業所との共同運行である。南原土手から金目川を渡って徳信、部、高所、松岩寺方面へ向かう路線で、坂間から一度北部の高所地区を経由してから南下する、遠回り経路である。坂間、中沢橋間には、上記の平十八の終点である、湘南日向岡が位置し、その下を、 日向岡トンネルが通るが、このトンネルを通るのは、湘南恵美が丘へ向かう平30のみである。トンネルを通過して中沢橋を右折し、恵美が丘地区を半時計回りに4分の3ほど周回して、終点となる。日向岡トンネルを経由するため、交渉は経由しない。平31.32は、中沢橋まで平76と同一経路で走り、 中沢橋を左折して、次の松岩寺で、平三31は終点。平三32はさらに、小田原厚木道路に沿って南下、東海道新幹線、東海道線の線路を越えて、二宮駅へ向かう。平三32は、毎時一本程度運転。平三31は、松岩事業が平日、休日夜間に一本ずつと、平塚駅業が平日早朝二本。 土曜早朝一本運転。二例後は二宮側の区間便。平日は夕方に両方向が運転され、土曜は二宮駅業の土曜朝二本のみ。日曜は設定なし。平良34は南原土手から北部の的1地区を経由して松井は寺へ向かう路線で、高所までは旗の営業所の平良73と同一経路である。このため、 平34.73で、おおむね30分に1便ずつが確保されている。平塚駅から1970年代に造営された、相模川沿いの東八田工業団地へ向かう路線で、平イ09は、平日夕方に、全農前始発の平塚駅行きの区間便も、運行される。平塚駅から、北西部に位置する、山下団地、高村団地へのアクセス路線で、 平イラ26は市民病院、平イラ29は山下団地に立ち寄る。昼間は平イラ26、平イラ29が交互に毎時1本の運行で、ラッシュ時は平イラ29の本数が増えるほか、平イラ29は高村団地業の深夜バスも平日2本設定されている。かつては平イラ25、平イラ27が運行されていたが、 2017年1月31日のダイヤ改正で平イ29へ統合された。湘南平の北側を走る路線で山下回りと呼ばれていた。平イ33が本線で平イ36は1日に数本だけ運行される。平イ35はかつて日中1時間に1本運行されていたが、現在は大幅に減便され、1日4便に抑えられている。 白井は大門付近平塚駅と東海道線、二宮駅、神津駅を経て、小田原駅へ向かう路線で、神奈川中央交通で、最も南西部へ向かう路線である。歴史は古く、かや零六と同様2963年の全国バス路線便乱には、平塚駅小河水二宮駅と平塚駅大磯駅の記載がある。その後、1960年代には、 小田原駅へ延伸された。しかし、1980年代から、高図駅移西を箱根登山バスへ移管し、平44.45は本数を削減されながらも運行を続けている。平45は当初、小田原駅へ乗り入れずに、手前の小田原町で折り返していたが、2002年4月の経路変更で乗り入れを開始した。2003年には、さらなる効率化のため、 平日、土曜の運転を廃止してそれぞれ、片道ずつ一便の運行へ削減された。2021年2月22日大夜改正にて、運行日が土曜日に変更された。平良48は、大磯行は、各日早朝に一本、平塚港は、平日夜間に一本運転される。番号なしの古家水発大磯駅行きは、平日朝に一便が運行される。 2016年3月26日に平良 43. 43.4647は、秦の営業所へ移管され、平良41は廃止された。千ヶ崎駅を出ると、国道1号を進み、馬乳橋を渡った先から、平塚駅へ向かう。歴史の古い路線で、1963年に運輸省自動車局が発行した、全国バス路線便欄にはすでに運転されている旨が、記されている。 当時は、両駅間を15分で運行していたが、わずか2回の運行で、後に、同区間を運行していた富士礼後の平塚川を分離したことで、運行回数が増加した。2021年現在は昼間は、毎時2本の運行。なお、以前は茅ヶ崎営業所が担当していたが、湘南間な高バスへ移管させるために、平塚営業所担当となったため、 ダイヤ上の起点は平塚駅である。馬乳橋や茅ヶ崎駅周辺での渋滞に巻き込まれ、安く遅延が発生しやすい。平日の茅ヶ崎駅発に深夜バスの運行がある。平ら12は相模川川口に近いスカ港へ向かう路線で、ほぼ終日前時3本運行されている。平ら13、平ら14は同一循環ルートの回り方違いで、 系統番号が分かれているが、高浜高校前方面に先回りする平13は6時台から14時台、その逆回りの平14は9時台21時台の運行であり、両者が運行される昼間は毎時各1本の運行。平15、平16は南口循環と呼ばれ、行き先表示もそれになっている。こちらは12時台までは全便が、 長南海岸公園先回りの平16、13時以降は、松風先回りの平15に切り替わる。毎時3本程度運行。平18は、競輪開催日のみ運行する、無料送迎バス。東海道本線の南側を西へ進む路線。半数以上は、大磯町に入る、手前の西海岸止まりである平40となっている。昼間は、 大磯駅行き平39が毎時1本、平40が毎時2本で、平塚駅発加か水境間は20分間隔になっている。磯れ6は下級運行の直行便であり、本来はエリア外となるものの、目的地と同じ西部グループである伊豆箱根バスとの共同運行路線である。磯れ6の運行期間中は磯れ7が運休となる。 2014年4月1日のダイヤ改正で、磯5.0809が廃止となり、下水京都、小桜川、停留所が廃止された。磯01は、平日3本のみの運行である。磯07は、昼間に、毎時1本程度。磯13、磯14は、毎時1から2本程度の運転。大磯町北部を運行する、これらの路線群は、 大磯町補助路線バスとして、大磯町の補助により運行しているものであり、久し01、久し02は2014年4月1日に運行開始した。磯1.20203の蘇進学院前引く、同面は自由乗降区間となっている。茅ヶ崎駅から相模線に沿って、寒川駅、文京大学方面へ向かう路線で、以前は担当営業所が変更されることが多かったが、 前身となる路線が2006年5月22日に、茅ヶ崎営業所から移管されて、以降は、平塚営業所の担当として運行している。長席時間帯に、毎時3から4本の運行がある以外は、午前中に、文京大学発着の蚊や26、それ以外の日中は、大ねかや25.26で、交互運行となるが、時間帯によりばらつきがあり、 文京大学までのカヤ26六については2時間以上運行されない時間帯がある。愛工石田駅、本厚木駅からの路線は上記の路線を担当している。愛礼には愛工石田駅と西部の赤根台団地を半時計回りで循環運行する路線で、以前は伊勢原営業所の担当だったが、湘南館なコバスへの移管によって平塚営業所の担当となった。 早朝、夜間に住みだ、公園発着の区間便が設定され、ミニバス色のイスズエルガミオンが専属で使用される。I30 は、2014年3月10日に開業した、愛好石田駅南口から、東成瀬地区へ向かう東成瀬循環で、伊勢原市公式イメージキャラクター、クルリンのイラストがラッピングされた、日のポンチョが専属で使用される。 厚55は平53の本厚木駅側を田村車庫発着とした路線で、本厚木駅発着路線の出入庫だが、平塚駅からの折り返しで運用に入る便が多い、ため、本数は少ない。2014年10月1日より、寒川町コミュニティバス北ルート及び、海老名市コミュニティバス本郷ルートの代替として、実証運行が開始された路線である。 相鉄バスとの共同運行で、神奈川中央交通担当便は、寒川町コミュニティバスで使用していた、三菱不装、エアロミディ ME を流用している。両社合わせて、平日10往復、休日6往復の運行。当初の運行期間は2015年3月末までだったが、1年間の延長を経て、当分の間運行を継続することが発表され、寒川町、 エビナ市の協力によって、車両の塗装を一般路線色へ変更している。2017年4月1日から本格運行が始まり、運賃支払い方法を申告式前払いから整理券式後払いに変更した。なお、神奈川中央交通は、海73の系統番号だが、相鉄バスは、両73となっている。2021年7月22日のみ1。 往復限定運行する臨時便。大磯駅から商用小学校前までは、平塚駅南口、茅ヶ崎駅入り口、ヘッドランド入り口バス停の未停車。商用小学校前から江ノ島までは、同日臨時運行する富士77系統と同一。平塚市、シャトルバス、寒川町コミュニティバスをそれぞれ参照。1990年2月22日に新設された、 東海道線方面への深夜急行バスである。愛称は、ミッドナイトアロー湘南で、JR バス関東との共同運行路線で開業した。運行開始当初は1日2便で、新宿駅始発の同一経路だったが、同年10月8日からは1便を、東京駅始発へ変更の上、横浜駅、保土ヶ駅、戸塚駅、塚駅湘南台駅経由へ経路変更を実施した。なお、 二便運行の際に、戸塚駅、辻堂駅までの運賃は、経由に関わらず同一だった。すでに、新宿駅、本厚木駅への深夜急行バスを運行していた神奈川中央交通だが、東海道線沿線へ向けての深夜急行バスを開設するようになったのは、東海道線沿線の通勤客の流れは、新宿駅よりも東京駅の方が圧倒的に多く、 湘南新宿ラインも開業していない時代だったため、新路線は東京駅経由、または始発として運行することとなった。この際に JR バス関東との共同運行となったが、JR バス関東が深夜急行バスを担当するのは、これが初で半年ごとに両社で担当便を入れ替えていた。その後、バブル崩壊の不況による乗客減少のため、 1995年9月1日に JR バス関東が撤退、同日からは神奈川中央交通の単独運行となり、同時に2路線を統合して1日1便体制とした。この時、JR バス関東の撤退を受けて、ミッドナイトアロー湘南の愛称は使用されなくなった。JR バス関東は運行撤退後も支援を続けており、運営するネット予約サイト、 高速バスネットでの予約も可能となり、深夜急行バスでは数少ないネット予約、クレジットカード決済が可能な路線となっている。使用車両は神奈川中央交通では当初は貸し切り車を転用した55人のリハイデッカーだったが、その後は空港連絡バス、羽田専用の車両と共通となっている。JR バス関東では、 透明ハイウェイバスと共通運用のトイレ付き40人乗りハイデッカーで国鉄専用形式 MS735SA も運用されたほか予備者の関係で36人乗りスーパーハイデッカーが使用されることもあった JR バス関東の担当便はトイレ付き車両だったが深夜急行バスでトイレ付き車両が運用されることがパンフレットで公式にアナウンスされていたのはこれが 唯一の例である。新型コロナウイルス感染症の影響で運休している。1989年12月22日に運行開始された深夜急行バスで、当初は新宿駅始発、金曜深夜のみ運行していたが、2011年10月31日深夜より、海老名駅への乗り入れを開始同時に平日運行へ拡大された。 2012年12月3日深夜からは東京駅始発新宿駅経由へ延伸され東京駅周辺から小田急線沿線へのアクセスが可能となった2016年4月4日にはバスタ新宿開業によって新宿駅の乗り場が新宿駅新南口からバスタ新宿へ移設されたほか2017年7月3日には南町田駅へ立ち寄る 要経路変更が実施された。新型コロナウイルス感染症の影響で運休している。空港リムジンバスは、エビの羽田線を除いて、事前予約制となっており、乗車時には係員によって予約名簿の確認が行われるが、当日空席があれば予約なしでも利用可能である。エビの羽田線は予約不要で、先着順での乗車となる。また、田村車庫には、 空港リムジンバス利用者向けの有料駐車場が設けられている。厚木羽田線は、カンナ中便のみ、田村車庫発着で、京急便は本厚木駅発着。成田空港線は、町田成田線の相模大野駅発を除いて、カンナ中便、京成便とも、田村車庫発着。田村車庫、本厚木駅、空港線は、東名高速道路から、 ほどがやバイパスに入るため、道路が渋滞すると、空港到着が遅れる場合がある。道路渋滞で、カンナ中便の空港到着が遅れた場合、折り返し便は、臨時で、京急車が、所定時刻で本厚木駅まで運行し、本厚木駅から田村車庫まで、シャトル便の形で、カンナ駐車が運行する。また、成田空港線は、東京湾、アクアライン経由になることもある。 2018年9月1日より厚木羽田線が東名大和バス停に停車を開始した。新型コロナウイルス感染症の影響で全便運休している。2015年8月10日に運行が開始された富士急ハイランド方面の中高高速バスで当初は富士急山梨バスと共同運行だったが2017年4月に富士急湘南バスへ移管された。町田。 橋本線は同年7月1日より南町田駅への乗り入れを開始した。2019年3月16日に圏央道を活用した新路線として藤沢駅と川越駅を結ぶ圏央ライナーが開業した。1日に往復の運行だが2020年7月18日から東武バス担当便については辻堂駅を経由せず江ノ島水族館。 江ノ島海岸、江ノ島駅経由へ経路変更を実施し、神奈川中央交通担当便は従来、同立自動駅を経由する。新型コロナウイルス感染症の影響で全便運休している。平塚担当の厚105は、一般車を充当していた。現在は厚木所属のツインライナー限定運用のため見られない。かなちゃん号も厚木アクストへ充当された平塚。 厚木新横浜線以前は4メーカーとも導入していたが、契約輸送用を除くと1980年代後半には、日野車、2010年代には UD トラックス車が全廃された。その後、2016年3月に日野、ブルーリボンハイブリッドが2台導入され、日野車が復活した。最近では、大型車は三菱不桑車、中型車は椅子図車の導入が進んでいる。 2005年2月1日、厚木市内でバスロケーションシステムが導入されたことに伴い、2010年12月15日までは、厚木市内へ乗り入れる路線は GPS 装備車両に限定されていた。中型車は8台配置されており、そのうち2台は三菱不装、エアロミディエスで、他はイスズエルガミオである。2014年7月には、カンナ中で、 初めてとなる MP38 系エアロスターノンステップバスが4台導入された。MP38 系エアロスターノンステップバスは2014年10月以降も導入をし続けている。さらに2016年3月には日のブルーリボンのハイブリッドノンステップバスが2台導入している。日産ディーゼル車の全廃後も日産ディーゼルからの OEM 供給車である。 西日本車体工業製ボディのエアロスター S が5台、エアロミディ S が3台在籍している。2016年8月に伊勢原営業所から日野ブルーリボンシティが神奈川中央交通西に3台転入し、後に LED と運賃箱が取り付けられ、一般路線に運用されるようになった。小型車は日野ポンチョが10台所属し、 うち二台は、伊勢原市公式イメージキャラクター、クルリンのイラスト入りで、I30 専用である。その他、平塚市、シャトルバス用が一台、寒川町コミュニティバスと海73用に四台、配置されている。羽田線、深夜休校用の車両は、三菱扶装、エアロエース及び、日野、セレガ HD が在籍している。成田空港線、 都市間高速用の車両はトイレ付きの三菱不装、エアロエースである。なお、2020年3月に成田空港専用としてトイレ、車椅子用エレベーター付きのエアロエースを導入した。しかし、導入後間もなく、新型コロナウイルス感染症により成田空港線が運休となったため、これまでの車椅子専用エレベーター適用路線の運用は数日のみである。 2006年11月より、新横浜線の運行が開始されたことに伴い、秦の営業所より、日産ディーゼル KCUA521 ニャンが転入し、専用車として運用されていたが、道路線の廃止により、競輪輸送用に転用された。1990年に開催されたイベント、相模湾アーバンリゾートフェスティバル1990において、 平塚駅から会場への臨時シャトルバスが運行され、本営業所が運行を担当した。車両はフォードトランジットの車体にクラシック調車体を仮装したアスキスマスコットが使用された。サーフ90開催記念のカンナ中バスカードが発売された。ありがとうございます。